よかったね。僕はね、今日で終わった。あ、そう。私も今日で終わりました。あ、じゃあ二人とも晴れ晴れした顔してるわけだ。嫌でしょ、やっぱり。やっぱ嫌ですね。ね、どう？あまりでも嫌じゃない。あんまり嫌じゃない。じゃあできるんだ、一人。学校早く終わるから。あ、そうか。早いからね。僕はもう試験が終わって20年ぐらい試験経験しないけど、やっぱ嫌なもんですよ。始まる前嫌じゃない？嫌ですね、やっぱりね。勉強あんまりできないでしょ。ああ、忙しいから ね。そこでね、今日はまあそのお仕事をして学校行ってらっしゃる方の代表として二人にそういう悩みをね、いろいろ語ってもらおうというわけなんですけどね。太田君は、学校が僕定時制なんです。あ、そうですか。いわゆる夜そうなんです行くんですね。これはなかなか大変でしょう。仕事終わってからなんかやっぱ眠たくなっちゃうんですよね。でもまた定時制の高校っていうのはその本当に勉強した人たちだけが来てるっていう感じはない。そうです、そういうところありますね。だからね、学校行ったりなんかしても、あの休み時間ですね、そういう時でも何も喋んないんですよ、みんな。あ、そう。なんかね、机に向かって勉強しちゃってね、やりにくいですよ、すごく。いや、スクールライフというようなものはない。ないですね。あ、そうです。だから僕前昼間の学校行ってたでしょ。昼間の学校とやっぱ雰囲気は全然違いますね。そうですね。なんか厳しいもんがあるのかな。あゆみちゃんは今行くんだ。学校は高校2年です、上野学園。あ、そう。なんか先輩が、あの青山和子さんでしたね。これは昼間でしょ。昼間です ね。でもどうです、どのくらい行けますか。そうですね、あの一日中ずっといるってことはできないんですけど、大体週に3日ぐらい。週に3日ぐらいね。遅刻して早退するぐらい。遅刻して早退だと本当に中身は2時間ぐらいしかあるんですけど。それでもやっぱり行きたいでしょ。そうですね、やっぱりあの制服着て電車で通っ て、それが好きだから。やっぱりそれは同じ思い。そうですね、僕たちの制服訂正ないんですよ。ああ、なるほど。だから地味な格好していけばいいって言われますから。なるほど ね。で、やっぱり悩みっていうのはその長く出てられないっていうこと。そうですね、なんか両中途半端になるからそれが怖いですね。ああ、なるほどね。その辺はとても悩みだろうと思うんだけどな。ただね、あのほら友達はなんか学校の友達ですね、本当の親友ってのはうちの親父なんか見せてもこうもう年取ってからですね、いるでしょ、そういう人がなんかできないってのはなんかちょっと寂しいですね。それは私も同感ですね。いません、あのそのギャーギャー騒ぐね友達ならたくさんいますけど、本当にもう心の底から何でも話し合えて勉強し合う友達っていうのはやっぱりね、できないですね、やっぱりね。できないね。あの本当は学校っていうのは、まあ、もちろん勉強するのも大事なんだけど、その友達を得るっていうことがすごく大事なことですからね。そうですね、団体生活に大事ですっていうのはね。どうですか、そのあなた方がこういうお仕事してるって言うんでちょっと特殊な目で見られるってことはある？私は全然ありません。あ、そう。と帰ってお仕事の話なんかみんなしない？全然しません。もう本当にテレビの手の内も出ません。出ません。その時気持ちがいいみたいね。そうですね、あんまりなんか、違う目で見られたらね。そうですね、行くのも嫌になっちゃうし。あなたの場合もそうですか？そうですね、訂正はなおさらそうですね。なおさらね、何にも言わないです。先生なんかも全然意識を、全然もう本当に。あ、そう。そういう場合はむしろ逆にそういう場所があると仕事から、まあ、難しくは逃避というわけだけど、そこ行くことによって救われるとか、なんかそういうことない？そうですね、でもやっぱり制服着てる時にサインなんて言われたらすごく嫌な感じですね。嫌だろうね、それはね。もう本当になんか壊されたみたいに、ね、この間は実は私だけにさせてください。オーバーだけどやっぱりそういう気持ちありますね。ところで嫌な質問だけど、あ、まあいい方から聞きましょう。得意な学科は何？私ですか、あのね、嫌な学科とか好きな学科ないんです。みんな好きなんですけど成績がみんな悪いんです。あ、これは正直ですね。その中で特にまあまあこう部の私のそうですね、平均していいのはあの古文とそれと英語。すごいな。そう、うまく。じゃああれだな、こう文学系統の方が、で数学や科学は苦手です。全然ダメですよね。小田君はどうですか？そうですね、僕ねみんな得意じゃないです。それは分かってます。なんて言っておりゃ。まあでも一番ね、得意なのはやっぱり体育ですね。あ、なるほど、なるほど。もうそれ以上得意なのないですね。うちの学校はね、あの、運動場がないんでね、いつも、あの、体操しに行くの、草加まで行くんです、上の子。うわぁ、大変だ。だからね、月に1時間ぐらいしかないの。その体育の時間っていうのは。僕は体育の時間なんて張り切っちゃうんですよ。なるほどね。先頭立っちゃう。でもこの頃の体育っていうのはただ飛んだり跳ねたりするだけじゃなくて、いろいろとあの学科もあるんでしょ。そうなんですよ。足をどう動かすかとか、状態がどうなるかとか、引きが多いですね。引きが多いでしょ。そういうのは訂正の場合ね、フォークダンスになったんですよ。困っちゃうんですよね。いいじゃない。困っちゃうことないよね。困っちゃうことないよね。やっぱり
やっぱ夜でしょ、うん、だから行動でやるわけなんですね。なるほど。だからバスケットとかね、うん、そういうのが多いんです。あ、そう。だから昼間野球するとか、うん、そういうことはあんまりないですね。できないわけね。まさかナイターやるわけにいかない。ナイターやるわけにいかないで、どうですか、やっぱりお二人とも一つの夢としてこれを、まあ、辛いけど頑張ってで、もう一つ上の学校まで行こうっていう気持ちがある。うん、やっぱりね、僕大学はちょっと、まあ、勉強しに行くって言ったら、なんていうのかな、その雰囲気をね、うん、知りたいんですよ。友達も欲しいし、ね、友達も欲しいし、カレッジライフというものを ね、うん、あ、もう和光度の特権ですからね、だとやらなきゃね。あなたはどうか。私はそれほど辛いと思いません。あの別に、うん、あの両方ともあのおかげさまでうまくいってますから、うん、だからやっぱり行けたら大学まで行く、ね、でも辛いとは思わないって言うけども、人の場合はやってるわけでしょ。あんまり感じないんです。偉いな。どうですか、つまんない質問みたいだけども、ね、仕事してる時と学校行ってどっちが楽しい？私はやっぱり仕事してる時が楽しい。まあ、もうその楽しさってもの質が違うでしょうけどね、この場合ね。うん、仕事のお話が出たんで、この間二人なんか共演したんでしょ。え、我々劣等生。それって今日聞いてんじゃないよね、我々劣等生って言われて。で、言っちゃって。いよいよ万能選手になりたいってこの前あなた話してらしたけど、レコードを組んでしょ。レコード偉いね。うまくなきゃならないんですよ。あゆみちゃんほどうまくない。私歌手だもん。今度は何をやるんですか、お仕事は。仕事は今度日活でね、青春前期ってね。あ、そう。それから東映でね、涙を拭いて幸せに。うん、忙しいね。またなかなか夜行けなくなっちゃう。そうなんです。あゆみちゃんは今あるでしょ、日劇で。え、日劇で春の踊り。なんか自分の場所が日にあるっていうんじゃない。もういつも上がっちゃってドキドキしながら。上がりますか。やっぱりね、テレビと違いますでしょ。うん、でも本当の舞台っていうのは今度が初めてなんです。あ、そう。だからもうすごく上がっちゃって。でもね、これは舞台出た人にいつも言うことだけど、そのテレビと違ってお客さんの生の反響がパーンと返ってくるでしょ。そうですね。だからすごく悲しい時もありますよね。あ、そう、ね、全然受けてくれないなことないでしょ。なんかね、見てる人がみんななんかそういう批評してくださる人みたいにね、見えちゃって、ああ、こっかなくなっちゃうんですよ。エプロンステージなんか出ていくとね、なんかみんなが睨んでるような感じになっちゃって。でもね、テレビだったらもっと本当はたくさんの人が睨んでるね、気がつかないけど、何千万と睨んでるんだからでも、まあ、試験が終わって晴れ晴れとしたところできっといいんですよ。はい、ね、おかげさまあしかし、お話聞いてみると、人が僕らがね、帰って辛いでしょとかさ、大変ですねなんていう割には、やってる人たちはこう楽しく学校とお仕事と両方使い分けてやれるよね。そうですね、うん、そんなに辛いと思うんだね。そんなにね、うん、やっぱり好きなことやってるんですかね。僕らがね、こう変に大人の考えで、あ、大変だ、かわいそうだなんてすぐ思うけどもそうじゃないのね。そうですね、うん、またそれでなかったら仕事なんかできないですよ。できないよ、ね、朝起きるの辛いけど、はい、ああ寝坊なんだ。そうなんです。いや、でも一番朝がやっぱ辛いですね、二人とも、うん、それだけ。起きちゃうともう平気です、うん、どこ行くのでも。眠い盛りだもんね絶対一遍じゃ起きないでしょ。ダメですね。一遍じゃ起きないですね。ママが起こしてくるの。え、もうあっちこっちでも電話かけたり目覚まし3つぐらい並べたりね。3つ並べるの順々に消してくるね。5分ぐらい、5分起きぐらいに、ね。お宅はどうして起きるんですか。僕はね、いつも袋に起こされるんですよ、うん、これでね、犬がね、逃げちゃったとかね、うん、なんかいろいろ言われるんですよね、うん、それはね、しかし起こすママだって大変よ、毎朝いろいろセリフが、ね、ダメなんですよ、起こすでしょ、うん、そうするとね、僕おし、もうね、こう横に来るでしょ、うん、バーッと跳ねちゃうんですね、お袋ちっちゃいから、もうポンってやるともう、ひどいよ、そんなの。もうすぐ怒鳴っちゃうでしょ、うるさい、上がってるなんつって、うん、だからでもね、分かる、すごく眠いし、春だもんね、春っていうのはね、殺してくれって言いたくなりますね、もうね眠たい時はもうオーバーだね殺してくれって、死にたいほど眠いって言うね、眠たい時ありますね。まあ、それに、どうしても夜遅くまでね、勉強に行った時でも仕事の時だって遅いんだからね、うん、そうかな、何が一番辛いっていうかなと思ったら、朝眠いのが辛いまあしかし本当にね、お仕事も学校も離れて、たまにはパッと遊ぶのいいと思うんだけどな。もう普通の人だったら休みなんでしょ。ええ、さっき試験休めば。試験休み1日ぐらい休めないの、あなた方も。そう、でも1日、丸1日ってのはないけど、やっぱ半日ぐらい、半日ぐらいね、はい、せいぜい遊んでください、はい、朝ぐっすり寝て。どうもありがとうございます